講義名は、証券アナリスト一次スマート語学講座で、科目はですね、数量分析と確率統計ということで、全部で2回あるんですが、今日は第1回ということであります。私は松原望と申しますので、よろしくお願いいたします。それでは始めますね。早速ですが、講義のですね、受け方について、ちょっとサジェッションします。まず、難しくは話しません、優しく話しますが、一つはですね、統計学というのは公式講義で暗記科目と考えてください。テストは1日ですから、まず暗記してください。分からなくても多少分かっていれば、とにかく暗記してしまって、分からない部分については後回しでいいです。後になって分かりますのでね、試験にまず受かなくちゃいけませんので、ある意味で一日ある日時だけ考えておけば、覚えておけばいいということで、暗記科目であるということを少しサジェッションしますね。それから、問題を解くことを主眼にします。理論をよく知ってから問題を解くというよりは、理論をよく、大体イメージ分かってもですね、完全に分かんなくてもイメージさえ分かれば、応用に行って具体的問題を解けばですね、なるほどそういうことだ、分かりますので、統計学はですね、応用から始まりますのでね、まず問題を解いて、なるほどこういうことかって言って理論に戻っていくという話になりますね。それでですね、じゃあ早速ですが、統計学全体としてはですね、期待値分散ぐらいが分かれば 20% ぐらい分かる、からこれから言える正規分布が分かれば 40%、 それから T 分布ってなりますから、それで 70% ぐらい、あと3割ぐらいが回帰分析、これでもう完全に、分かるということになりますね。じゃあ、正規分布からお話しします。その前にですね、今日はそのまずですね、いきましょうね。平均ですね、から分散、ワイド、鮮度、この4つが重要ですね。で、正規分、標準偏差っていうのは、これ分散が分かれば正規、標準分散からも持てますね。標準偏差と分散っていうのは、考え方は同じだということですね。で、正規分布ですが、正規分布っていうのを分かれば、統計学のやり方は半分ぐらい近く分かるということで、正規分布ってすごく重要です。から正規分布っていうのはですね、正しいという意味じゃありません。よくある、ね、ノーマルなっていう、ね、普通のっていうぐらいですね。で、正規分布の形がありますけれども、まずですね、形を覚えてください。式はいいです、ね、まずですね、この連続的にこう出るというんですね、ここ連続的だというんですね。それからですね、ここについて、ですね、左右対称になっていると、これは結構重要です。左右対称ですね。それからですね、正規分布はこれノーマルディストリビューションといいます。この N がから、ここにニョロニョロっとついてますが、これは分布する、正規分布に従って分布するっていう、一つの数学記号ですね。正規分布はですね、ミューとシグマ事情で指定されます。何とかと何とかで指定されるっていう時に、統計学ではパラメーターという言葉を使うんですよね。当然シグマ事情って書いてありますが、シグマ事情っていうのは分散です。からシグマっていうのは標準偏差です。要するに同じもんですよね。平方根取るとか自乗するっていう点を除くと同じもんです。で、これが結構重要なんですね。シグマ自乗とか標準偏差という、特に標準偏差というのは重要です。で、正規分布はですね、普通の正規分布っていうのは、平均がミュー、ね、で標準偏差はシグマとすると、このシグマで大体目盛りをつけるのが普通なんですね。普通ですね。それでですね、この平均を中心にして、シグマ1つ分っていうのは 68.3% に
なるのか、確率がですね、これだいたい残りが3分の1ぐらいです。はあのこれ外れるやつがですね、からこう2シグマ、まあ、合わせて4シグマですけども、これがだいたい 94.4%、 これ外れっていうのがまあ20に1回と、ね、よく10人並みの美人とか言いますけど、まあ20人並みの美人というふうに言った方がいいかもしれない。それからこの3シグマ合わせて6シグマですが、ここから漏れるのが1000回に3つね、1000、3つとこうですね。それでですね、実は正規分布っていうのはこの形ですね。さっき言いましたように、この式を覚える必要はありません。あ、こんななってるのはよくあることですからね。でこれに基づいて計算するんですけども、実はこれそのものの表はないんですね。全部ですね、このこういう変換ですね、こういう変換、標準化変換すると平均が0ね、分散あるいは標準偏差値ですね、1ですから2乗してもしなくても同じですね、1、これになるんですね、なるということです。で実は正規分布表っていうのはこれだけなんですね、これだけなんです。ですからこの表はないんですよ、この表はないんです。ということで全部この表に落とします。したがってこの変換が重要です。でこの変換はすごくよく出てきますから、これ皆さん覚えてください。暗記科目です。でもう一つ、あとでバリュアとリスクっていうのやりますのでね、リスクやりますので、この標準化の逆ね、逆標準化っていうのもありますね。はい、で標準化した後は、シグマが1ですから、メモリは3、2、マイナス3、マイナス2、1、0、マイナス1、ね、こうなります。それからですね、重要なこと、ここね、0には絶対なりません。すごく小さいですけど、0にはならないことを覚えてください。0にはなりません。ですね。ということで、じゃあ次に行きますね。はい。次はですね、正規分布は、左右対称ですからね、左右対称ですから、まあ、これ随分揃ってますよね、非常に整然としてますが、正規分布じゃないものもあります。これはですね、具体的なものですが、にはですね、こんななったりですね、これは正規分布みたいなですね、シンメトリックですね、からこっちへ傾いたりですね、ということです。つまり歪むんですね、歪むということです。でこの歪み方が重要です。歪み方ねですね、歪み方っていうのはこのワイドというんですね、ワイドと、ワイドっていうのは歪み方です。で、ワイドですね、大きく歪む場合ね、から失礼します、右にこう歪む場合というか、この辺のですね、この辺っていうのはね、まあ普通裾とかですね、テイルとかね、テイルと言ったりね、それから裾とか言ったりするんですね。昔は裾って言ってましたけど、今最近テール、ね、これがすごく長く引く場合とすぐ落ちちゃう場合ですね、そういうのその程度を、表すためにワイドというのを定義します、ね、歪み具合ですね。でワイドっていうのは、これがプラスの場合はワイドがプラスの場合はこう引くから、ワイドがマイナスの場合こう引くということになります。それはいいですね。それでですね、じゃあどうしてそれが重要なのかというと、これが重要なんですね。大体ですね、このプラスに歪むこと、すなわちワイドが正の場合はですね、正の場合はですね、この代表値ってなんですね、皆さん代表値って聞いたことあるでしょ、ね、代表値っていうのはですね、一つの値で言う場合に代表値って言うんですけど、この3つ大体言い方あるんですよね。平均で言う場合と、ね、から一番多い値で言う場合と、まあ、一番多い値っていうのはほら、一番多い値で代表するって言い方あるでしょ、から平均で代表するっていうことですね。から真ん中の値で代表する、中央値ってですね、平均値、最頻値、中央値、これは代表値って言ってるんですね。で平均値、最頻値、中央値、中央値は中位数とも言うんですが、ね、中位数とかね、
それからですね、英語でですね、モード、メディアン、ね、それから平均値はミーンって言ってます。あの平均値のことアベレージということもあるんですが、平均値は正式にはミーンって言うんですね。ミーンね。で、みんな M がついたんですね。面白いでしょ。M がですね。モード、メディアン、ね。で、モード、ね、モードっていうのは最頻値ね。よくあのパリモードとかね、今流行です、今流行ですっていうのモードって言うんですね。モードって言うんです。それから中央値あるいは中位数をメディアン、モードとかメディアンという言い方しますので、そう言われても分かるんですよね。それでですね、すごく重要なんですが、プラスに歪む、つまりワイドが正の場合ですね、最頻値ねが一番小さく、中央値が2番目で、平均値が一番大きいということで、はい、最頻値、中央値、平均値の順です。最頻値、中央値、平均値、これ覚えてくださいね。はい、最頻値っていうのはここでしょ、ね、一番大きいね。それから平均値っていうのはこの辺なんですよね。ね、それからメディアン、中央値っていうのはこの辺ですね。この辺ね、こうなるんです。これは覚えてくださいね。はい、最頻値、中央値、平均値、モード、メディアン、ミーン、こうですね。もちろんこのワイドが0で左右対称ね、ワイドが0ってのは左右対称ですね。モード、メディアン、ミーン、この場合は最頻値も中央値も平均値も同じです。それからこうマイナスに歪む場合ね、の場合はもちろん、逆になりますというようなことですね。これは非常に重要ですからねということです。さてですね、行きましょうか。はい、それでですね、標準正近譜の読み方ですね。で、さっき言いましたように、正近譜ってものすごく重要なんですよね。正近譜が分かって自由に使えれば、これ大体4割ぐらい統計学が、ね、分かったと言っていいと思うんですね。で、さっき言いましたように、あの正近譜の表っていうのは標準的なものしかないんですよ。全部標準的なものにあの持っていきます。だから標準正近譜の表が読めればそれでいいんです、ね、じゃあ標準正近譜じゃないものはどうするかっていうと、さっき言いましたように、ね、さっき言ったでしょ、標準化すると、ね、標準化すれば、さっきのね、この標準化、標準化すればみんなあのもあの正近譜になりますから、標準正近譜になりますので、結局標準正近譜が読めればいいっていう話になるんです。それでですね、標準正規分布の読むときに、その数はどうするかっていうとね、これ必ずね、標準化した後の Z と書くんですよね。これ Z と書くことにしてます。まあ、なんて書いたっていいんですけど、まあ、数学ではこういうふうに表そうと約束するんですね。で、Z と書いたものはもう標準化したもので、したがって標準正規分です。で、標準正規分布を読むんですね。で、標準正規分布表っていうのはですね、これ問題解くときに与えられてるんですが、あのこれ標準正規分布です。いいですね、標準正規分布。もうゼロね、ゼロと書いたり、それから1と書いたりね、1と書いたりね、2と書いてるもう書いてませんよ。だからこういうふうにメモリが作られてるね。ね、標準偏差でメモリつけますので、今標準偏差1ですからね。ね、標準偏差1ですから、こういうふうにメモリがあると思ってください、ね、それで例えば 1.645 になるというところありますね。これはですね、どういうのかというと、だいたいそうですね、95% というのがよく出てくるんですね。後で出てきます。 95% は 90% はどこになるかということです。ごめんなさい、ね、こうですね。はい、いいですか。1ずつこうメモリをつくんですよね。1ずつメモリをつきます。それで、95% 目がどうなるかっていうんですけど、 95% 目というのは下側から 95% 必ず下側なんです、ね、下回るね、下回る確率、下側確率覚えてね、下側ね。で、下側確率が 95% になるのはどこかというと、はい、これ標準正規分布の一部です、はい、標準正規分布読み方、まず 1.6 と上の桁は 1.6、 1.645 と
ね、1.64 で 94.95 でしょ、1.65 で 90.95 だから、まあだいたいね、そうですね、0.95 になるのはまあ 0.4 と 0.5 の間だから 1.645 となるとね。だから半端のとこはね、ちょうどこう適当に真ん中辺で読むという癖をつけてください。はい、ちょっとやってみましょうか。1.645 を求めなさい、ね、はい、これは 1.645、 これはまあね、これは95ですよね。まあそんな風に読んでください。でね、ここですね、これね、これです。 1.645 とマイナス 1.645 の間ですね、間だから 1.645 の下側とからマイナス 1.645 の上側ですね、上側だから、今度はここのところについてはですね、このところについてはマイナス 1.645 の下側を読んで、ね、それを引けばいいんだね。はい、ここですね、ここ、ここ、ここを覚えて、ね、これができればいいというようなことです。それからここですね、はい、この4番、これができてください。この4番ができれば、上出来です。はい、X が5より小さくなる、ね、はい、X が5と、この X はですね、これは標準化されてませんので、この表はありませんので、これを標準化します。はい、4を引きます、ね。平均が4ですからね、平均が4ですから。ね、で標準偏差が2です。いいですか、ここね、分散が4なので、標準偏差2ですよ。いいですか、2ですよね。2ですよ。4にしないですよ。2、ここ重要です。ここ。ね。2です。で、X が5というのを、こう変形するときに、えって皆さん、ね、ここ、え、どうしてこうなるのって思う人がいますが、これが結構ね、ポイントだ。はい、皆さん、ここ、ね。はい、X が5より小さい。ということは、はい、両辺から4を引きます。4を引きます。両辺を2で割ります。ね、平等にやっていく、平等に、こっちでやったらこっちでもやる、ね、こっちで2で割ったらこっちも2で割る、と 0.5 でしょ、ね、0.5、ね、0.5、ここが 0.5 以下を、ここ 0.5 以下、ね、0.5 以下でしょ、ね、これ2分の1でしょ、というようなことですね。はい、そういうことでよろしいですね。はい、それでですね、ちょっとまあ気になる人がいるかもしれませんが、ちょっと記号の使い方ね、まずですね、この相関係数がこう書きましたけど、こう書いてはいけません。これは P です。これは P で、これローじゃん。ローというのはこう書くんです。おたまじゃくしです。こう書くんです。まあもちろんこう書いてもいいけど、まあこう書くんです。でこれはローと読むんですよ。 P じゃない。驚いたことにこれは小文字なんですよね。大文字これなんです。驚くでしょ。先生これ P じゃないですか。これローなんです。ギリシャ文字ってこれはローなんです。実は今ウクライナとロシアで戦争やってますけど、ウクライナもロシアもロシア文字を使ってます。でロシア文字っていうのはもともとギリシャ文字がロシア文字言ってますので、このロシア語のね、ロシア語のウクライナ語でもロシア語とウクライナ語ちょっと違うんですね。これはローと読むんです。ローというかルッって言うの、ルッって言うの、ピーって呼んだらダメ、変わってるでしょ。ここです。それからですね、このシグマですね、シグマはこれがシグマの大文字です。シグマのこれは小文字です。これが小文字、こっちは大文字です。皆さんよくシグマ記号って言うけども、シグマ記号って言うけど、シグマ記号っていうのは何も足せという意味じゃないですよね。いや、足せという意味では使ってますけど、もともとシグマ、ギリシャ文字のこれが来たんです。なんでこれは足すという意味なんです。なんでこれは足すという意味で使われているかというとですね、面白いことに、ね、これはローマ文字の S に相当するんです。ね、ギリシャからローマ行ってんだよね。歴史的にギリシャから。で、S っていうのはね、これサム、
足せと言うんです、ね、あのエクセルの命令では英語ではサムって書いてるね。だからね、こう来てこれは足せという意味になっちゃったんです。だからシグマはもともとギリシャ文字なんだけど足すという意味に使ってるという意味です。